うわロボットみてえだ。え強すぎない？鳥飯さんが引くってやばいぞ。千人の背筋が凍ってるぞ。まあでも CR は今日勝ったらでかいんか、だいぶ。対象戦を戦うホームチームの出場選手、使用キャラクター、操作タイプの申告ではリーダーよりよろしくお願いいたします。ドグラか、はい、大将。ドグニか、ドグラではなく、え？パクリじゃん。それダメなんじゃん。困るからそれ。シュート。プレイヤーはシュート。ダメと。キャラクターはゴーキ。操作タイプはクラシックでお願いします。さあということでレーシャーに対してはシュートが来ましたね。なるほど。確かにカルビ入ったしな。まあ、シュートやったらシュート。出していきたい。マリーザ出せ。対照的な両面ですね。はい、さあ対照戦です。これが決定戦になる。この間合いでの運動でしたが確定の反撃からスタート。まあでも強化入ったエド。ラッシュ愛知。画面上いきなり作ったのはレーシャー。しかもまあまあな鬼強化入ったからなエドは。二段ジャスパーを常に狙っていきますねレーシャーは。おまい。ジャックアッパーでソラにはこれリーサル見えそうか。かこれ。ああ歩いた。歩いてる。マイクロボーク。そうですね。原の SA ワン素晴らしい。ドラブル。まあ。そうですね。9本使うこの合間で歩く。はい。合間で歩きました。歩くとちょっとだけ増えんねんなゲージが。さあ浮いたところ、ここは距離が遠いとかなりしゃがみ強形でしゃっくりが。ラッシュ。あいち。てかマジで江戸使いがもう止まらない。止まんねえよなもう。逆タク。守り方もねかなりシュートは強気に行くのが特徴的ですね。さあラッシュから画面を作り上げた。ハリーの隙を歩いて投げに行く。体力リードは若干シュート。おお、これはゲージはたまらない判断。踏み込んでくる。踏み込み。リーサルだー。リーサルが見えそうです。SA2 の最後キャノンを強にしてから最後はまずあれ。踏み込んだー。強い。淡々としてるのマジで。いやエドは正直マジむずいけど、でも本当に強い。レシャーもうマジ強そう。上マジ出るな。どうかなっていうのを初で返していく。そうですね。最速でちゃんと返していくっていうね。かなり残空も引きつけて弱サイコアッパーなどを抑えているのでちょっと嫌なイメージがある。上ここは距離が難しいのでバックジャンプ。でもこれ下がらせることに成功したので。うますぎ。やっぱりカメラからラッシュ。しっかりラインを取り返しましたね。まあこれは追いかけてくるところをしゃがみ中でカウンターを取ってダラップ。投げ。派生にはいかなかった。上空対空。うますぎ。中アッパー。しっかりと。打っていくシュート。さあドライブゲージをどう回復するかですね。さあ9ステップ後方で下がっていたプレも取っている今後シュートはドライブゲージが1枚2万うますぎバーンとかここは SA1 に繋いでドライブゲージを奪ってバーンの寸前というところまで取りましたね。これはしのぎやすいですね。ゴーキがねこの展開は弾が強いでね時間を稼ぎやすいからです。さあレシャーはどうするか。上中継で触る。やべえ。シュートには1ゲージ。上発生して、うん、クラセ投げていく。あのペチ強いなマジで。レシャー、ジャストパリー。波動の打ち方がいいですね、シュートの。ラッシュ。うわあ。あそこで多分オーディ昇流読みで逆にだシュートを信頼した選択肢でしたね。やばいな。ちゃんとここのラッシュに。マジかよ。押してくるだろうっていう。レシャーの信頼の。いやー攻略が回ってますね。いやーしかも2回飛んでいる。これは打ち上げて。ダメージ優先した。マイステ2回これはしっかり手上げてきましたね。さあ OD シュートなど展開を切った。マジ？確認強のブリッツから。うわ強化。打ち上げて中アッパー着地。いや違う。これってもともとできてた今のコンボって。すごいプレッシャー。さしかし。しゃがみ強系。ちょっと待ってなんだロボットみてえだ。強すぎない？やばい。強化しちゃいけねえキャラだっただろ絶対。もしかしてまたエドやりたくなったか。いやエドは無理正直。俺多分俺道着向いてないんだよねあんまり。攻めてくる。エドが通常技対空じゃないと無理やねもう俺は。今までずっと通常技対空だったからさ。あとため対空コマンド対空ちょっと苦手なんだよな。本当に上手いですね。先端とかもさせないようなね、前取りが合気的にはやりづらそうですね。引っ張った、ギリギリの前だ。確定。ラッシュ、投げる。さあこのハドンペース。上は少し嫌なイメージがある。
さらに来た、バックステップ。あ、互い両者ともにバックステップ。シュートとしては上から行きづらいが、うおー、ザンクの前に、さらにはボタンを押しているシュート、なかなか走りまでは到達できない。ザンクのその距離感もうまいですよね。近かったらちゃんと対空出す。あぶねえ、手出さない。おー来た、これでかい、これでかいですね。中足からのラッシュ、竜巻投げて2つ目バックステップ、投げ抜きを刈り取ろうとしていた。レシャーとしては2ゲージが見えてきている。おっと、これはおっとは、え、なるほど、ここは足りないという判断。うん、ディリバー、これはシュートチャンスですね。さあと言って、ただこれは削りがあるな、けな、ないけど、ないけど削られるな、これは。2をどう使っていくかっていうところはありますね。波動、総裁、前に踏み込んだ、ため波動、ドライブゲージがそろそろレシャーが戻ってくるタイミング。あ、待って、うわー、回復した、フルゲージ、うわー、インパクトで吹っ飛ばした。マジかよ、レシャー耐えたな、今のレシャー。ザリガード、歩いてくるからボタンを押している。上、うわ、パチンコマン、このタイミングをしている。利用が完璧すぎる、バッチリだ。さらにカウンター確認のコンボ、バッチリだ。下がり対策、あまりにもパーフェクトでした。おい、絶対高木見た方がいいだろ、この試合。じゃあ、高木です。さあ、また来る、この間、そうですね、ゲー上、チオッパー対空、玉抜けもあるんでね、SS の。あ、今後、うわ、歩いてる。シュートがうまくボタンを押している。これは使うか、使わない。リターンを狙いに行った。さっき投げてましたね。さあ、このレシャーをシュート、逆手まで持っていけるか。打った、打つ、勝負どころ、ゆっくりだったんで上、いやっしゃ、うわ、うますぎるだろう。ちょっと待って、強すぎる。ウートの引き出しをすべて攻略した。強すぎレシャー、やば、絶望感がある。レシャーやばいな。いや、マジでなんか、マジで何もやらせなかったな。好きなさすぎん、ガチ強。いや、でも、エドで強いね、やっぱかっけえな。確かに。まあでも、エドは、だいぶ多分攻略されるだろうしな、これからも。では、お話伺っていきます。まずは、今回、控え選手として、このチームメイトの素晴らしいプレーを見守っていた鳥飯さん、今日のこの試合はどうでしたか？レシャーの動きがちょっと、笑うしかないって感じでしたね。チームメイトからしてみてもちょっと怖いぐらいの仕上がりでしたね。やばいね、レシャー。鳥飯さんが引くってやばいぞ。千人の背筋が凍ってるぞ。そして大将のレシャー、本当にパーフェクトな鳥飯先生だと思いますが、今日振り返ってみてどうですか？いや、今日勝て嬉しいですね。でもキャミゼンは毎日アキラさんと練習して、まあ、準備できていましたけど、後期戦はやっぱ鳥飯さんがさんとかかけるさん、レシャー強すぎて背筋凍って風邪ひいた。やってくれて勝てるだと思います。なるほど。ここでですね、一つあのチームリジェクトと大きくコメントで書き込んでいただいて、次の1週間頑張って乗り越えていきましょう。それではいきますよ、せーの、チームリジェクト。ありがとうございます。インタビューした瞬間消えていく時戸さん、なんなんだ、消えたぞ。消えたぞ。